インターフェロンだけ。はい、インターフェロンとワンクリーム両方とも打ってます。嬉しくなかった。ふにゃん、どうした？あと天気だね。ふにゃん、どうした？もう嫌？嫌だ。嫌だよね。なんて言うんですかね、この辺ジリンジョン今、ももちゃん今もうアガアガしてくれてるので、うん、この辺でポイッて押してもらえばこのままめくるな。この角度でメモリこうやって見てもらって今あるふりをして、うん、メモリ見えますよね、このまま、うん、で、そのままこうやって入れたら、うん、で、メモリ今見えてる状態で入れて抜く、うん、で、ここのこれがこの辺も入るので、このままだともう喉の奥にも当たるので、うん、喉の手前ですね。このまま手前に持ってきてもらった時に入れて抜く。そう、最初は難しいですよね。私も工夫して工夫して何回かやったらできるようになったので、やっぱり最初からできる人は相当いませんので、うん、なので。先生でも難しいっていうねえ、もうちゃん食べるのに大変だもんね。最後にさ、デンタルケアするんですけど、ちょっと匂いが消えてきてるんですよ、歯磨きして。これを4滴お口の中の悪玉菌を弱らせる薬を4滴入れて、うん、で軽く歯磨きしてあげてるんですけど、うん、よろしくお願いします。入院当初にもちょっと匂いが、まあ、ないとは、あるとは、うんうん、なくなったわけじゃないけど、うん、すごい強い匂いがするのがちょっと薄まってる、うん、要は歯周ポケットの悪玉菌がちょっと弱ってきてはいるんですよね、うんうん、これもやってほしいわね。嫌だよね。こんな感じでマズルを持つよ、うん、口閉じてもらって、歯がグダグダしてるとかそういうことはないです。ああ、あると思います。でもその辺はね、もう口はちょっとこういう麻酔かけないでやれることしかやれないです、うんうんうん。抜くとかさ、咳取るとか、そういうのは麻酔かけなきゃいけない。こんな子に麻酔はダメ。そうですね、もうね。そのままずっと永遠の眠りになっちゃう可能性があるんで。だから、4滴垂らして、まあ、軽くでいいからさ、ちょっと、お薬を。頑張りました。よし、ちょっと点滴して。で、コストブラッシング、高齢者としていいよ。これはいいけどね、そんな感じで。
部屋からこっちの狭い部屋に移動した時に泣いてたので、うん、何かなと思って覗いたらトイレ板のところでおしっこちゃんとしてくれてたので、この子すごいねこんな年齢でもトイレするんだね、ちゃんと状態、うん、ちゃんと距離はね分かってる、分かってる、まあ、おしっこはね、そのまましちゃう時も、うん、あるんですけどね、うん、ずっと泣いてたの。おしじゃ、また、うん、何って思ったら、ほんで休憩しましょう。おしこするよって言ってくれてた。あ、でもトイレ入るのめちゃくちゃ泣きますね、さっきも。そう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 。訴えてるんだよね。そう、トイレ、なんか、前足だけ入れて泣いとって。